日立土浦藩の第10代藩主。文政3年2月24日、第9代藩主、土屋彦忠の長男として生まれる。天保8年8月に、15位た、うねめせいに、ジョイ、任官する。天保9年12月7日、父が眼病を理由に隠居したため、家督を継いだ。天保14年に奏者番に任じられる。家永元年七月十三日に、 自社奉行を見習い、10月18日に自社奉行に任じられる。慰霊3年9月1日に大阪城代に任じられた。安政5年11月26日、大阪城代を退任する。源氏元年9月10日、奏社番検自社奉行に再び就任する。慶応4年3月1日、奏社番検自社奉行を退任する。 水戸藩の徳川成明の重邸に当たることから、安政5年の大阪、兵庫開港に反対している。また、水戸藩で天狗党の乱が起こった時にも、その鎮圧には消極的な立場に終始するなど、砂漠派と倒幕派の間で苦慮した行動が目立った。藩政では、犯罪制裁権のために倹約令を出し、家臣の事業借り上げや、 特産物の栓培化を行っている。また、人材登用や、軍政改革、学問の奨励など、成り明きに習った、反省改革を行っている。慶応4年3月1日、新政府の命令で禁止する。後に新政府に標順して、江戸城警備を務めた。5月6日、養子の巨直に家督を譲って隠居した。明治28年に死去、去年76。 ありがとうございます。